松本若菜、松村北斗、西恩寺さんは家事をしない、校長スタートを生んだ異例恋愛ファーストじゃない火曜ドラマ設定。松本若菜40主演の火曜ドラマ、西恩寺さんは家事をしない TBS 系、毎週夜10時の第2話が7月16日に放送される。9日放送の第一話は、平均世帯視聴率が7.3%、すべてビデオリサーチ調べ、 関東地区と前期くるり誰が私と恋をしたの初回5.8%を大きく上回る好みスタートとなった。5ドラマは、綾瀬はるか39主演でドラマ化された蛍の光日本テレビ系を手掛けた日浦悟氏による同名コミック講談社が原作のハートフルコメディプロデュースは、 同枠で全話平均視聴率の最高値15.0%を記録した20年放送の田べ美加子35主演作私の家政婦渚ささんと同じ岩崎愛梨が担当する松本にとって GP 対夜7時から11時連ドラ初主演で最近増えている働く30代女性が年下イケメンにモテまくる恋愛ドラマかと思ったらそうではなかった 1> 第1話は、仕事はバリバリやるが家事は一切しない、アプリ制作会社レスキューに勤める38歳の独身女性、サイオンジ一妃、松本は、一軒家を購入して愛犬と暮らし始め、念願の家事ゼロも実現。講師ともに大充実した日々を送っていた。そんな中、職場にアメリカ帰りのエンジニアくすみとしなお、ストーンズ松村北斗29。 が転職してくる。くすみは、不愛想で無表情、その上協調性もなくリズメでアプリにダメ出し。サイオンズはくすみに対してストレスが爆発寸前だったが、偶然、彼が4歳の娘るか、倉田栄マギオンを育てる、シングルファーザーであることを知る。ある夜、くすみ親子の自宅のマンションが火事になってしまい。 サイ寺ンジは一時的に自宅の賃貸用部屋を貸すことに、という展開。視聴者の X、旧ツイッター上の反響は、働いてる人、家庭を持つ人、忙しさに暴殺される人、いろんな人に刺さりそう。置かれている状況によって感じ方も違うだろうけど、どこか心が軽くなる。お話の展開が早くて一気にサイヨンジさんとくすみくんに感情移入しちゃったな。 二人とも優しい人で、一生懸命で、不器用で愛おしいなんなどと、多くの賞賛の声があり、癒された人が多かったようだ。松本と松村、子役の倉田の公演ももちろんですが、恋愛だけに注力するのでなく、仕事、家事、育児のリアルな心情をうまく絡めたのが好評でしたね。最近の火曜ドラマは、現実味のない恋愛ドラマが続いたので、 同枠のファンにとって新鮮だったのでしょう。ドラマライター、山川。前期のくるり誰が私と恋をしたは、記憶喪失になった主人公、ぬくみめる22と3人の男性とのミステリー絡みの恋愛劇。前前期の、I love you は心の声が聞こえるアラサー女性、二階堂ふみ29と年下男性の恋愛と、ちょっと浮世離れした話が続いていた。 その流れからも、今作のリアルさは響くものがあったのだろう。また、今期のドラマは、海の始まり、フジテレビ系や、ブラックペアンシーズン2、TBS 系のようなよくできているが構えてみないといけないドラマや、新宿野戦病院、フジテレビ系のようにガチャガチャしてるドラマと、今のところゆったり落ち着いて見られるドラマが少ないんです。そんな中、 丁寧かつテンポよく登場人物たちを描いていく本作に惹かれるのもあるのでしょう。全土恋愛が得意な火曜ドラマとしては異色かもしれないが、初回からしっかりと視聴者の指を得ている本作。原作ファンからも、原作と変わってるけど、本筋や人物の核となる部分を壊してない。などと高評価で、原作者が同じ大ヒットドラマ、ホタルの光のファンも引き込めそうだ。 今後の展開はもちろん、視聴率の伸びにも注目したい。子役のクスノキミルカ、クラタルが可愛すぎて、メイン二人を食っちゃいそう。